こんにちは、シュです。今回はハニービーンギャラクシーやっていこうかなと思います。おそらく蜂のステージだね。マリオギャラクシーって蜂マリオっているんだよね。なんか他のマリオシリーズだとあんまりいないと思うんだけど、さあ今日これやってきます。なんかね、今日ツイッターで、まあ、テスト終わりましたみたいな、なんかテスト期間でようやくねそれが終わったみたいな感じ で結構ね、なんか赤点だと思いますとか、おそらく赤点ですみたいなとか結構ツイッターのリプできて、逆におそらく満点ですみたいな人いないのかな。なんかみんな赤点なんだよね。お、ルイージの、お、え、ルイージ、なんかね、マリオギャラクシー1、これ今2なんだけど、私1やった時に8マリオにはなったんだよね、1でも。で、8ルイージにはなったことないんだよ。わ、結構楽しみ。うわ、すげえ。お、これ敵、あ、仲間だね。話してみようか。8、お、すげえ8。カメラ見てますので、カメラ見てます。滑舌あれじゃ、赤シャカシャカシュじゃん。緑と青の服ダサいであります。え、誰のこと言ってんだろう。え、私すごい、え、間接的にすごい私のこと言ってんのこれ。え、私これ緑と青だよね。あ、何やってんだよ君は。なんか、あー、すげー、北八ルイージ、うおー、なんかアイドルのコスプレみたいな感じで、なんか一言ありそうだね。なんだろう。えいっと、八だけにね、エイトっつってね。うわ、すごい、アイドル、これルイージファンにはたまんないんじゃない。私はね、結構テストの話になるんだけど、え、届かないんだけど、これルイージだからジャンプ力低いみたいなのあるかな。あれ、届かないんだけど。踏ん張っていこうか。いけ、頼むよルイージ。重いのかな。オッケー、すごい、ギリギリ。めちゃくちゃテストはね、結構あれだね、一夜漬けでなんとか割といけちゃうタイプだね。ただあれなんですよ、おはよう、一夜漬けってそのいい点数取れるかもし、取れるっていうか、まあ平均点ぐらい取れるかもしれないけど、あれなんだよね、もう一夜漬けだってすぐ忘れちゃうんだよ。だからもう1週間後には忘れてるんだよ。なんでその範囲とか模試とかになると忘れてるんだよね。だから一夜漬けはそのある程度の点数は取れても自分の力にはなってないんだよね。なんで逆にテスト期間勉強しない人の方が多分、これ水にある確か解けるんだよね。テスト期間勉強しない人の方が強いだろうね。テスト期間勉強しないっていうのは毎日ちょこちょこ勉強して身になってる人ね。身になってる人は焦る必要がないんだよね。待って、うわ、どうしよう、こんな時この土管に入ってみようか。オッケー、入ります。わあ、これは興味ない。あ、でも一応やっとくか。スターピースは最近集めてるからね。スターピース若干欲しいな。この緑のやつは全然いらない。さあ、スターピースちょうだい。あ、待って、これあれかな、3つ揃ったらみたいのかな。あー、すごい。1個しかスターピース、まあ確実に取ってこうか。OK で行きます。あー、でも、配置解除されちゃったな。パーチ取りに行きます。いや、そう、勉強の話なんだけど、なんかね、昔、小テストみたいになったんだよね。ちょうど昨日、今日、テーマは、何あの左上の敵。すごい、なんか首のあれ回してるね。そう、小テストの話なんだけど、小テスト、待って、これぐるぐる回れば飛べたはず。オッケー、なんとなく覚えてるな私。小テストでその表しか、これ前も動画で言った気がするけど、表しか問題ないんだよね。なんだけど、その小テスト終わったタイミングで、いや、マジ裏の問題難かったよねって言うんだよね。そうするともうめっちゃ焦ってたね。え、裏あんのみたいな。いや、ないけど。みたいな感じで、これ、ちょっと嫌がらせで。どうしようかな。あ、こっち来ねえ。この今、水にちなんで、うーわ、持ってかれるんだ。水にちなんでなんだけど、割れない水っていうの買ったね。なんか割れない水っていう、なんかなんだっけ、形になる水かな。なんかそういう水が売ってたんだよね。なんで買ったね。いけ。オッケー、間に合ったね。だから今度ね、なんかツイッターで出そうかなと思って、その割れない水みたいな、なんか水がね固体になってんだよね。え、すごい面白そうじゃない。買っちゃったね私。あ、こっから出てきてんだ。うわー、こいつ何なんだろう。さあ飛んでって、私これ何を目指してんですか。お、あ、これ確か掴まれるんだよね。さあ行こう。ん、あ、進んでるね。なんかすげえ落ちてない、これ大丈夫、大丈夫これ私。いや、もう降りようか。いや、いいね、自らのあれで行こう。あ、そうか、シルバーピース集めてみたいな感じだったよね。なんで集めちゃおうか。
ここら辺にあるやつだよね。これ何個集めればいいんだろう。とりあえず1個目。5個ぐらいかな。おお、来た来た来てる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 。え、取れないんだけどこれ。え、なにこれ。ああ、これ取ったやつか。自分がゲットしたやつか。え、さっき取ったやつか。何回やってもこのピース取れねえ。だって今ずっとやってたんだけど。オッケー、2個目で2個目取って、あ、この上行けるな多分。あ、ここ2個目取ったとこ行きます。で、ここだね、ここ、こっち行って。あー、でもこれなさそう。これなんかつぼみがね、なんかルイージかな、ジャンプ力低いんだよね若干。あ、これあれじゃない、上に女王蜂いるんじゃない。さっきなんかいたよね、女王蜂的なやつ。あ、いた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 。あら、どちらさん、どなたでもいいけど、ちょっと頼みがあるの。背中のあたりがムズムズするの、ちょっと見てくれない。オッケー、ちょ、レディーの背中に多分あるんだ。失礼します。うーわ、蜂ってすごい嫌なんだよね。何が嫌だっていうと、オッケー、あん、気持ちいい。何が嫌だかっていうと、まず音がすげえ嫌なんだよね。あの耳元ですごいズーってなんない、ブーンって、あれでうわーってなっちゃう。すごいゾッとしちゃうんだよね。それプラス、まあ純粋に怖いよね、蜂って。なんかやられそうで。あれ、3つあるんだけど、あー、やべ、解除されちゃったな。うわ、蜂取っときたかった。あった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 。おー、大丈夫。え、死骸じゃん。いや、すごい。何やってんの。見回りの結果、シルバースターはないであります。あ、この人も探してくれたのね。お、あ、これで、うーわ、これで5個だわ。この下にあるので、いや、これでも壁キックでいけるな。今8マリオないと無理かなと思ったけど、まあ、4つ取りますね。ここに5個目あるもんね。さあ、取って終わります。 OK。 おお、やはー、やはー。さあ、ここクリアして、どっち行こうかな。表裏ランドギャラクシーと、あ、これいい、スカイビーチギャラクシー、楽しそう。こっちはワンワンファクトリーギャラクシー、どれやろう。さあ、みんななんかいろいろ進めるとこあるけど、まあ、とりあえずワンワンのとこ行こうか。今日ね、5月20日20日なんだけど、なんか明日ミートピアの発売日らしいね、スイッチの。今回のミートピゴールドワンワンの、まあ生まれると、すげえ、生命の誕生を見れるの、熱すぎ。なんかね、明日ミートピア発売日なんだけど、今回目とかすごいんだよね、顔面のキャラデザインが。だからなんかシャリンガンとかもできるんだよね、そう、ナルトの目を。いや、だからなんか面白い人の実況見たいんだよ私。多分自分ではやんないと思うんだよね、見たくない。その、お、これあるじゃん、なんか掃除のおばちゃんみたいな感じの人だよね。うちらもなんか手伝おうと思ってワンワン工場に乗り込んだんや。あ、これ工場なんだ。なんかたまにテレビで工場やってるよね。昔なんかガリガリ君の制作工場みたいに見たね。あの、ワンワンこっちにうまく転がせへん。え、こっちに転が、あ、ここの溝に入れるんだワンワン。ええ感じの穴あるで、ほんま大きいに。え、これどうやって入れるんだろう、この穴に。あ、レバーね。あー、すげえ。ちょっとやってみようか。うおー、さあ行きます、こっちからだね。いけ、これ、やばい。あ、いや、あれ欲しいな。いや、あれ欲しい。いや、取るしかね、取るしかね、取るしかね。いや、ワンワンのタイミングが絶妙にうまい。いや、うまいな、ワンワンタイミングが。ここいい感じ、いけ、よし。見ました、今さんの、ん皆さん見ました、今さんの、ちょっとやばい。で、ここでこれを踏むんだ、踏んで大丈夫、当たんないよ、私。 OK、 いいよ、ワンワン、うまい。え、超面白いんだけど、このステージなんかね、ちょっとは、あの、あ、待って、取る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 。皆さん知ってます、フォールガイズってね、今60人対戦ができるんだよね。いや、もともとできたじゃんって思う人いると思うんだけど、その、あ、あんた、あ、ごめんごめんごめん、壊してる。あ、あんた、どうした、話す、やべ。ほくろ迫ってくる、来いや、いや、来んなや、めっちゃ、やばいって、危ねえ。これはどこに入れればいいんだ、あれ、これも入れるんじゃないのかな。
すごい可愛いね。ワンワンもやっぱ赤ちゃんっていうか、ワンワンも小さいだけで可愛いよね。倒せんのかな。ホールガイズってランダム対戦だったんですよ。ごめんね、ホールガイズの話して。ランダム対戦だったんだけど、それがその番号、そのルーム ID みたいのを入れると60人で対戦できるみたいな、そういう機能ついたんだよね。でボンバーマンはルーム ID 入れるかどうかわかんないけど、ボンバーマンも65人対戦かな、なんかできるらしい。ボンバーマンってやったことないんだよね。できるようになったらしくて、今熱いのかな、そのなんていうの、大人数オンライン対戦だから、私今週の日曜日とかそのルーム ID 入れて、なんか皆さんとねホールガイズやろうかなと思ってるんで、ツイッターで募集して、よかったらツイッターあのフォローはしなくていいんだけど、よかったらやりましょう。オッケー、いいね。わ、これ回るとあれになるんだ、面白いよね。60人で対戦できるんだよ。でマリオもなんかありそうじゃない、今後。あー、なるほどね、60人対戦みたいな。なんか私前思ったのが、あれ、あ、出るよね、こう、あれあれ普通にそう、あー、なるほどね、ここで一回高さを調整しないといけないんだ。いいんじゃない、こっちだね、こっち、こっちで、オッケー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 、でコートで、あとはもう待つだけでいける気がする。ちょ、全然画面外で見えないんだけど、オッケー、いけてるね。なんかさ、私そこでそう学校の話になるんだけど、なんかよく、お前ってマリオかわいいマリオのこういうプリティな一面ね、あ、かわいい。学校で体育祭とかあるじゃん、文化祭とかで、なんかもう今ゲームってすごいじゃん、 e スポーツとかで、なんか昔に比べてゲームのなんていうの、価値観というか、なんか上がってると思うんだよね。で、そう、学校の行事でないのかなって思ったね。学校の行事でホールガイズ、うわ危ねえな、ホールガイズとかあったら楽しくない？なんか文化祭、体育祭みたいな感じで、ゲーム祭みたいな。なんか体育祭とかだと、そのサッカー、野球、バスケみたいなあるじゃん。うん、これどうする、うわー持ってくんのかあいつをみたいな感じであるじゃん、文化祭みたいな。で、ゲーム祭だとそのスマブラ、ポケモン、マリメみたいな感じで、これ叩ける、なんかそう体育祭みたいな感じで好きな種目を選べるんだよね。うわー、ちょっと面白そうだね、そのあれだよね、スポーツ界とかだと、もうスポーツで運動神経いい人しか活躍できないけど、そうゲーム祭だと、そうゲームでも活躍できちゃうみたいだね。いや、いいね。待って、こいつすげえ邪魔だな。じゃあ、そういうのあったら何出ようかな。リアルに多分、ホールガイズ出るね、そのゲーム祭があったら。マリオもね、前35人マリオって言ったあったじゃないですか。あれね、ランダム戦だったんだよね。あれもなんかルーム ID 入れてみたいな感じだったらすげえ盛り上がったかもね。おー、すげえ、これがワンワンなんだ。この金太ワンワンから、オッケー、おいで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 。あ、さあいいよ、出荷するね。さあセブンイレブンガチ勢の私、いいかな、こっち行ける、オッケー、これそのままこれ、いや来れると信じよう、あいつを信じよう、あいつを信じて、え、あ、押すんだ、間に合え、いやー出荷指数。さあ帰ってきたよ。あの金太ワンワンからブラックワンワンになるんだね、ここ、いい、あれまだ来る、え、どこ来るのこれ、あー、そのまま、あー引かれてる、オッケー、これスターかな、オッケーだね。お、マリオさんお手紙が届いてますよ。だって誰、パマタリアンって言うんだね。この人の本名を知ってる人なかなかいなくない。宇宙の何でもやってあんたのことやろ、あー、まあ自称ね、あれなんだっけ、スケットダンスみたいなね、あんたを見込んでお願いがある、ゴロイワゴロゴロギャラクシーで待ってる境はよきたってな、おい、行ってみる、ゴロゴロイワゴロギャラクシー、あの人がいるんだね多分。あ、来たよみんな、ゴロイワゴロゴロギャラクシー、あのおばちゃんとこ行ってみようか。なんだっけ名前、パタサンタマリアみたいな名前だよね。やべ、もう忘れた。お、みんないた、パタサンタマリア、ちょっとあんた、何、うわ金だ、あんたスター探しとるんやろ、うちこの前ゴミ捨て場でそれ見つけて、お前食っただろ、あのな、お願いあるないねんねんな。なんだ、何、うちあの茶色いのがめっちゃ好きやねん、クリボーガチぜ、こういうのガチ恋って言うんだよね、あいつここまで連れてきてや、どこにいんだよあいつ、
え、どこにいんの、クリボー。今この島国にいるんだよね。なんで移動できないんだよね。え、どうしよう。やばい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 。あれ、これパワースターで飛んでっちゃうと、この星に確か、あっちか。え、君何やってるんだい。ピンチになったら足元の光にスターピース当ててくれそう。おい、そうなんだ。はい、あ、これコメントで教えてもらったかもしれないな。ちょっと待って、クリボーいないんだけど、この離島に。どうしようかな。この中に入っ、やばい、これ飛んじゃうと多分もう無理だよね。クリボーここで探してくるわ、頑張って。あ、ごめん。あ、あれ、みんな見た、これ壊せる、来ました、これ全部壊せば出てくるんだ。この石の中入ってないかな、クリボー。いた、いた、いた、やめろお前ら、やめろよクリボー。いや、落ち着け落ち着け、お前落ち着け、落ち着けって、はや、早すぎ。クリボー、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 オッケーオッケー。足元気をつけて、右見て左見て、オッケー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 。いた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 、いいいいいいよクリボー。ごめん、やっちゃった。いる？うわー、どうしよう。でもスタンド同士は引き合うみたいな。いたーいたーいたー。ちょっとクリボー待って、ちょっとコインないんだ、コインないんだ。ちょ待ってクリボー、一回はつ、おつけおつけ、引かれるね、お前絶対引かれるんだよ。右見て左見てね、オッケー、おいでおいでおいで、こっち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 、オッケー。うわ、かっけえクリボー。あ、めっちゃ可愛いわ。大きに大きに。確かにフィギュアとして見れば可愛いかもね。そうや、これ渡すんやって持っていけ。あ、吐くんじゃないこれ。あ、こいつ自体がもう金なんだね。なんかスター食べて金になったのかなと思ったけど。俺クリボーいなくなってる。よし、終わろうか。バイバイ。